ビセンテ・ラモン・ゲレロ・サルダーニャは、メキシコの軍人、政治家、第2代メキシコ大統領。1782年8月10日にティシュトラに生まれる。本名はビセンテ・ラモン・ゲレロ・サルダーニャである。クリオージョつまり、現地生まれの白人とされているものの、先祖に黒人がいたこととされている。育った家は、比較的裕福な家庭であった。父親のファン・ペドロ・ゲレロは、スペインによるメキシコ統治を支持していた。後に、メキシコ独立派の考えを示したビセンテに対して、父ペドロは剣を取り出したと言われている。1810年9月16日勃発のメキシコ独立革命では、ビセンテ・ゲレロは、最初は武器製造に関わっていたが、11月より、ホセマリア・モレーロスの隊にて参戦した。革命軍本隊は、1811年3月に大敗北となり、首謀者のミゲル・イダルゴが8月に処刑されるが、メキシコ南部では、革命軍の一部が残存していた。1812年2月のイスカルの戦闘で大活躍したビセンテ・ゲレロは、11月の革命勢力によるオアハカ解放が達成された際、中佐になる。その後、革命軍は、一旦はメキシコ南部の大部分の解放を実現し、アパチンガン憲法を制定させるに至るが、1814年にスペイン帝国がナポレオン戦争終結を受けてメキシコに追加派兵し、革命軍側が敗北を喫することとなり、1815年11月にモレーロス将軍が逮捕され12月に処刑となる。しかし、ビセンテ・ゲレロは、後に初代メキシコ大統領となるグアダルーペ・ビクトリアの部隊に合流し、司令官の一員として反乱軍を指揮して歴戦に勝利する。スペイン帝国の鎮圧軍側だったアグスティン・デ・イトゥルビデを味方につけて、お互い合流することとなった。イトゥルビデ将軍は、メキシコはスペインから独立すべきものと考え、かつ白人、メスティーソ、先住民が平等であることは認めたものの、君主制で達成されると考えていた。1821年9月27日に、イトゥルビデ将軍を皇帝、アグスティン一世としたメキシコ帝国の独立が、スペインによって承認される。1822年12月に君主制廃止共和制実現を内容とする笠又公領がビクトリア将軍とアントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナによって作成され、1823年2月にビセンテ・ゲレロがこれに加わり、大した戦闘状態も起こらずに、3月29日のイトゥルビデの皇帝の退位とイタリアへの出国を勝ち得ることとなった。その時より、共和制のメキシコが実現したが、元皇帝が1824年7月15日にメキシコに再上陸したものの逮捕され、処刑される。10月10日にグアダルーペ・ビクトリアがメキシコ大統領に就任する。グアダルーペ・ビクトリアの次の大統領の選挙が1828年に行われ、ビセンテ・ゲレロも出馬するが、マヌエル・ゴメス・ペドラサが勝利する。同年末、アントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナとビセンテ・ゲレロとクーデターを起こし、12月3日にペドロサ自ら選挙の無効を認め出国する。1829年4月1日、ビセンテ・ゲレロがメキシコ大統領に就任する。ゲレロ将軍の大統領就任後、9月15日、メキシコ国内における速やかな奴隷制の廃止と奴隷の解放が宣言される。しかし、彼の大統領就任期間は9ヶ月もなかった。副大統領職にあったアナスタシオ・ブスタマンテが突然12月4日に反乱を起こす。鎮圧のために首都を離れた隙に首都を制圧したブスタマンテ側より12月17日にゲレロ大統領の解職が宣言される。1830年1月1日、ブスタマンテがメキシコ大統領に就任する。ゲレロは復権を図ったが、1831年1月15日に、昼食会招待の罠にかかり逮捕され、収賄罪の裁判で死刑が言い渡され、1831年2月14日、銃殺刑に処せられた。死後は、1833年のサンタアナ大統領、就任などで盛り返した共和派によって名誉回復されている。現在のメキシコでも歴史上の人物として有名であり英雄視されている。メキシコの州名のゲレーロ州は彼にちなんで付けられたものである。ありがとうございます。